政府は今の段階でどういう課題を抱えてこれをどう解決しようと思っているんでしょう。そうですね、今話にもありましたそういった点もまさに含めて課題は山積みといった現状です。まずですね、この会場の密の回避なんですが、会場内で感染が拡大するといったことがあってはならないので、そのための運営はまさにこれから詰めていくところです。でまたですね、この高齢者への配慮というのも必要になってきます。階段に手すりをつけたりですとか、暗いところには電気を設置するなどといった、きめ細やかな対応が必要になってきます。で、なんといってもですね、一番の課題は接種人材の確保なんですね。で現場を担う防衛省からは、1日1万人というのは正直厳しい数字だといった声も聞こえてきます。で、一方でこう政府内には、大規模接種の拠点を他にもこう増やしていきたいといった考えもある中で、今後この人材確保をどうできるのかといったところも大きく問われています。そうですね、防衛省というのは自衛隊の医官や看護官に手伝ってもらうという、そういうニュアンスもありますけれども、もう一つ大石さん、そういった課題をクリアできれば接種のスピードアップにつながる、だから7月末までということを総理もおっしゃったのかどうか、このあたりいかがでしょうか。そうですね、政府としては何としてでもスピードアップにつなげたいという考えです。で例えば、アメリカでは軍を動員して大きな会場を設置するなどして対応に当たっています。政府関係者は海外の事例から見ても日本に大規模な接種会場を作る必要性は明らかだったと話しているんですね。で先ほどもお話にありましたが、連休明けからワクチンの供給はどっと増える見込みなので、この自衛隊を活用した物量作戦に踏み切ったということなんです。で、今後我々気になってくるのが、一般人も対象になり得るのかといったところなんですが、河野大臣は接種のペースによってだと思うというふうに話していて、順調に進めば対象者を拡大していく可能性も否定はしていません。で与党内からはですね、このワクチン接種が遅いことへの不満が政治不信に直結していて、死に物狂いで接種していくしかないといった声も出ている中で、政府としてはこの国主導の大規模接種をうまく軌道に乗せたいところです。そうですね、7月末までできるのかという自治体のこれご心配も本当にその通りだと思いますし、ただ努力目標として掲げて、ここになんとか皆さん一丸となってついていけるという体制を作っていければなというふうには思います。